はい、今日はファイティングバイパーズやっていきたいと思います。ちょっとね、グレイスとラクセルを練習で使ったんだけど全然難しかった。厳しいわ。なので今回は初見の3万でいきます。でね、過去にやってきたハニーとかバーンとかね、ジェーンとか、あとトキオの動画は概要欄にリンク貼っとくんでね、ぜひ見てください。頼む3万、マジでお前は強い、そう信じてる。デブとハゲ界のイケメン強いぞ。おっと、強待って、バンでこんな苦戦すんの初めてなんだけど。初めて見たこいつの勝利ポーズ。なんかいい有効打撃ないかな。普通に強いんだよなこの投げ。あ、もうどんどんパワーでゴリ押ししちゃえばいいんだこいつ。かっけー。ちょっとヘルメットキャラクターとしてかぶってんじゃないですか。いや、痛い。いや、強い。強い。ダメージの火力が半端ねえわこいつ。もう壁当てとか気にしなくていいかもしれない。投げりゃいいわ。強っ。四股踏んだぞ今。こいつなんで3が好きなんだろうね。いける、全然いいね。投げろ、投げてやれ。いっちゃいな。これ強いぞ。残念でしたね。キモ俺。なんか今の俺キモかった。これマジで気持ちいい。ボーリング。いて。ロン毛のイケメンよりハゲのデブっていうのがね、ここで立証できるね。かっけえな、こいつ。まあ、俺も原付のヘルメット持ってたと思うから、まだ。今、原付全く乗ってないんだけどさ。同じ服装で街歩きたいわ。ヘルメットかぶって、ゴーグルつけてたら、もう間違いなく俺ですね。3っていう数字つけてね。かっけえ。何より楽しいわ、使ってて。え？なんか今、自滅した3万。ほらー、ゴリゴリのこの
パワータイプ好きだな。オーラボーリング。もう筋肉じゃないもんね。デブだもんね。さあそしてハニー VS サンマン。この2人は恋仲だか、ハニーがサンマンに憧れてるだかっていうね。マジで謎なんだけど、その組み合わせ。なんでハニーこんなハゲデブがいいんだろうね。あはは、すげえ、そんな技初めてやられた、ハニーに。俺もやられて、ハニー。おい、その胸にこのケツを押し当ててやる。ハニーはマジで可愛すぎるわ。俺もう一回動画で使いてえもん。極めたい、ハニーを。転がっちゃいな。いいね、楽しい。ケツとケツを当て合う。間に合うか。間に合った。めっちゃ腰痛いだろ。それ無理して手上げてんだろ絶対。さあこっからですよ、鬼門のラクセル。この二人はもう水と油ですね。なんで CPU が使うとそんな強いんだろう。自分で使った時マジで弱いんだよな、ラクセル。よし、強い、強すぎる。あ、こいつ壁際で壁当てできんだ。痛い。いやそれ、そのギターのやつマジで俺使った時できなかったぜ。あ、バカバカ何やってんだ。いやバカすぎる、バカすぎるサンマン。いいね、いやサンマンいいぞ、すげえいい。いやマジでいい、マジでいい、いい。ハニーが惚れるわけだ。ナンバーワン、好きな数字は3番。さあジェーン。いやジェーンもいいんだよな。かっけー、パワー対パワー。ジェーンマジかっけー。うわ強え、しかも。あー超神速投げ、さすがジェーン。負けるか。うわいいね、テンション上がってきた。くたばりやがれ。うーら、まずい、まずい、強い、まずい。これが強いのよ。ボーリングショット、あーつえ。いけ、これが強すぎる。え、やば、ノーコンティニューできたぞ、ここまで。強え、サンマン。いや、でも BM はダメか、さすがに。うわ、ブラックレインボーの焦った。
あーダメだ。これが強いね、やっぱり。投げようとするとブラックレインボー入れられるわ。叩き込め。この強き意志。負けた。あんま投げ狙いすぎない方がいいってことね。投げれるときは投げてっけど。いやー強い。ガードが本当に反応早いよね。バカめ。これ俺の狙い通り。ほらよ、完璧だ。いて。投げれる時に投げておく。うっそ、これはまずい。何回転がしても戻ってきやがる。いっけー、バカだれが。いや本気出してきた、本気出してきた。これが楽しいんだよ、 DM が。多分これ負ける。はいはい。ああなめんじゃねえ。おっ、ハニー使ってくればよかった。バイバイ。バカだね。これでいくしかねえ。頼む、間に合ってくれこれやばマジで笑えんだけど、これ大のおごっついおっさんが。あ、全然ダメだ、やばい。これでいこう。あ、いけるいける、これでいける。よっしゃー、やったー、勝った笑ったわ今日は。いいねめっちゃ楽しかった。あのね、グレイスとラクセルはぶっちゃけマジで動画にしなくてもいいかなっていうレベルで、あんま面白くなかったんだよね正直。だから3万も同じようなもんかなと思ってやったらめっちゃ面白かったわ。まあ、もちろんね、全キャラやるって言ってるからやるけどさ、3万マジで面白かったわね。えよかった、色違いの3万も初めて見たし。やっぱね、デブとハゲの希望の星ですよ3万は。ハニーと3万、もうこの2人が結ばれてるっていうのがデブとハゲの希望、勇気になるよね。やべ、そのすっげえくだらねえ冗談みたいな話してもう終わっちゃいそうなんだけど、まあ、感動したのがさ、 BM に行くまでノーコンティニューだったんだよね。それがすごい意外性があって楽しかった。まあ、次回また誰かやっていこうと思うんで、ご期待ください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。